アメリカ第4艦隊がついに到着しました。ロシアの軍艦が必死に撤退しています。最近の極秘作戦で米軍特殊部隊の兵士たちはクリミアからバフムート占領都市に駐留するロシア軍への重要な弾薬輸送を阻止することで現在進行中のロシアとウクライナの紛争に介入した。ウクライナの抵抗組織と協力して実施されたこの作戦の成功によりロシア軍の高官2人と兵士22人が無力化された。この戦略的な動きは紛争への米国の関与の高まりを浮き彫りにしており、戦争の行方に遠大な影響を及ぼす可能性がある。クリミア半島は紛争の焦点となっており、ロシア軍は1年以上前からこの地域を占領している。クリミアの戦略的重要性はケルチ橋の破壊工作によって強調された。橋はクリミア半島につながる唯一の道路であり、その破壊はロシアの軍事作戦にとって領土の支配を維持することの重要性を浮き彫りにした。ウクライナの紛争地域であるバフムート前線はロシア軍にとって困難な標的となっている。ウクライナ軍の抵抗が彼らの前進を妨げ、ソレダー市からのワグネル兵を含む追加部隊の派遣を促している。しかし弾薬や資源の不足がロシア軍の計画を混乱させ紛争の長期化と複雑化を招いている。状況を注意深く監視していた米国はロシアがクリミアからバフムート戦線にさらに弾薬を輸送する計画を知った。この情報がウクライナの抵抗組織に戦略的優位をもたらすことを理解した国防総省は秘密裏に介入することを決定した。レジスタンス組織と接触した米軍特殊部隊は弾薬輸送を妨害しロシア軍の作戦を妨害することを計画した。米軍特殊部隊の兵士たちはウクライナの反乱軍と協力し弾薬を輸送するロシアの輸送隊を標的にしたおとり作戦を考案した。プラスチック爆弾を使用した結果大きな爆発が起こり戦闘のロシア軍装甲車は無力化されロシア兵にかなりの死傷者が出た。この見事な成功は占領地におけるロシア軍の弱点に対する協調介入の有効性を実証した。米軍特殊部隊とウクライナの抵抗組織による作戦の成功は間違いなくロシア軍内に懸念を引き起こした。この大胆な動きは紛争への米国の関与の高まりを示すものであり緊張をさらにエスカレートさせる可能性がある。双方が戦略的領土の支配権を争う中紛争は長期的かつ複雑な性格を帯びており、各当事者は戦略的作戦を通じて優位に立とうとしている。ウクライナにおけるアメリカの役割拡大に反対するロシアの指導者プーチンの厳しい発言にもかかわらず、アメリカ兵の支援を受けた抵抗組織は占領しているロシア軍に対して日に日に強くなっている。バフムート市を占領しようとするロシア軍の試みはウクライナの反乱軍とアメリカ兵の抵抗に遭い、軍事的死傷者の増加とロシア軍内の士気の低下を招いている。ウクライナ軍とアメリカ兵の連携はロシア軍の進撃を食い止める上で非常に効果的であることが証明された。米国からの秘密支援とイスラエルからの情報支援はウクライナの反乱軍にやる気を起こさせ戦場での能力を強化した。ハイマーズミサイルシステムを使った航空作戦の成功はロシア軍を震撼させクリミアにおける戦略的優位性を著しく低下させた。ウクライナ軍がロシア軍にとって重要な補給路であるマラチュナ橋を取り壊す決定を下したことはロシアがウクライナで軍事作戦を維持する能力に大きな影響を与えた。この動きはウクライナ軍による他の戦略的決定とともにロシア軍を極度のストレス状態に追い込みプーチンの指導力に対する疑問を投げかけている。ウクライナはクリミアの奪還とロシアの弾薬供給路の阻止に全力を挙げており占領に抵抗する決意を燃やしている。ルハンスクの重要なロシア軍倉庫の待ち伏せと破壊に成功したことでウクライナ軍の能力と革新的な戦術が示された。ウクライナの軍事力が向上した主な理由の一つは戦車をはじめとする先進的な車両を手に入れたことで効果的な連携行動が可能になったことだ。同盟国からの支援の増加はウクライナ軍の士気を高め包囲されたロシア軍に対する一連の攻勢を成功に導いた。米国と欧州連合 EU からの揺るぎない支援は紛争におけるウクライナの立場を強化した。戦車を含む軍事援助の提供によってこの地域のパワーバランスは大きく変化しロシアにとって手強い敵が誕生した。強力な同盟国の後ろ盾を得て
ウクライナ軍は紛争地域からロシア軍を追い出すための協調行動を計画できるようになった。ロシア兵の不満や反発は沸点に達している。報告によると、数千人のロシア軍兵士が指揮官に対して反乱を起こし、ロシア軍内の深刻な士気の危機を示唆している。この反乱はプーチンの計画の失敗と紛争中にロシア軍が被った多大な死傷者が発端となっている。無人航空機 UAV の使用を含むウクライナの軍事戦略はロシア軍の補給線の弱点を暴くのに役立っている。弾薬庫を標的にし補給を断つことでウクライナ軍はロシア軍を悲惨な状態に陥れた。ロシア軍がこうした攻撃に効果的に対応できないことがロシア軍内部の混乱をさらに助長している。現在進行中のウクライナ紛争はロシアの地域覇権を危機にさらしている。この紛争で敗北すればこの地域におけるロシアの立場が弱まるだけでなく、ロシア国内の少数派グループからの支持も失うことになる。大規模な動員法を制定するなどプーチン政権が取った苦肉の策はロシア軍が直面する危機の深刻さを浮き彫りにしている。ワーグナーの生みの親であるエフゲニー・プリゴージンやチェチェン共和国の指導者カディロフといった少数派メンバーの起用は軍内部に懸念を抱かせている。彼らの影響力は軍の巨大化を助長し、プーチンが進行中の危機を封じ込めることをますます困難にしている。ロシア軍によるワグネル傭兵やチェチェン人の扱いは若いロシア人の不満にも火をつけ、脱走してウクライナ政府に投降する者も出ている。この紛争におけるチェチェン人の存在はプーチンに対する復讐心によって特徴づけられている。プーチンへの復讐を求めるシェイク・マンスール大隊はさらなる紛争の先導に重要な役割を果たしている。チェチェン人指揮官ルスタム・ハジャイバがシリアに関与したことで仕返しへの欲求が再燃し、チェチェン人の波がロシア国境を越えてウクライナに侵入するようになった。ウクライナ軍は戦略的な待ち伏せ戦術とロシア軍内のウクライナ人スパイから収集した情報の活用によりロシアの侵略者をうまく撃退している。ロシアの補給ルートに関する重要な情報を提供し、ロシアの兵団を混乱させ侵攻軍に大打撃を与える上で、バイラクター無人航空機とサニーの航空車両は極めて重要であった。ウクライナの最も顕著な成功の一つはロシアの補給車列を待ち伏せし、重要な食料、衣類、武器を奪取したことである。この作戦はロシア軍に深刻な打撃を与え、さらなる内乱と財政逼迫を招いた。連戦連敗でプーチンは苦境に立たされ、その指導力がますます問われている。多額の軍事投資による経済的困難と国民の不満が選挙を控えたプーチンへのプレッシャーとなっている。ロシア軍は深刻な内部分裂と戦略的失敗を抱え、ウクライナ紛争で大きな後退を余儀なくされている。ウクライナ軍の反撃と諜報活動の成功はロシア軍内部の弱点をさらに露呈させた。危機が深まるにつれプーチンの指導力がますます厳しく問われるようになり、国民は現在進行中の紛争の解決を要求している。世界は地域の安定が危ぶまれる事態の推移を憂慮しながら見守っている。